何のスポーツでも身体能力ある上では大事なのが脳みそう。うん、そうなのよ。だってほんとパワーだけでいってるって思われてる人がさ、あのあれ。ボルトが走りのフォームとかすごい研究して、あれだけの記録出してみたいな。僕らから見るとめっちゃ足長くてさ、身体能力高い人がさ、そう、その回転数がすごくて歩幅がすごくて速いだけ見えるじゃんみたいな。でもあれは実際はどういう走り方でどういう姿勢を作ってとかめっちゃ計算されて、あの9秒に凝縮してるみたいなことだから。 そういうのがね、どの業界でもあるんですよ。で、そこへの、まあ、チーム全体の戦術面だったりとか、まあ今はね、キックだったりとかドリブルとかいろんなところに専門職出てきてますから、こういう知恵を結集して、日本っていう国はすごい、なんていうのかな、サッカーをもっと、あの、進化させられるというか、なんならヨーロッパに対してリードできる国だっていう、自信を持った方がいいですよね。<music>